はい、短期決戦です。12月10日10時55分です。初心者向け短期決戦 FX 勝ち組のテクニカル分析法ということで、まあ一応ね、まあなんていうの、負けてるから俺も、その完全になんていうのかな、勝つ必勝法。聖杯みたいなものは言えないけど、今のところ。昔は勝ってたから、聖杯みたいなのがあったんだけど。まあ、とりあえず、ちょっと話を、どういう感じで、なんていう、まとめていけばいいのかっていう。まあ、これは、新書きの段階なんだ。とりあえず、FX 取引で、はい。FX 取引で相場予想を立てる上で様々な角度から相場を分析することは重要です。それは一つの指標結果や値頃間で安易にトレードしてしまうと相場の方向性を見誤る恐れがあるからです。わかった？今。これ言ってるだけですごいよ。FX の取引で相場予想を立てる上で様々な角度から相場を分析することは重要です。それは一つの指標結果や値頃間で安易にトレードしてしまうと、相場の方向性を見誤る恐れがあるからです。相場分析の手法には主にテクニカル分析とファンダメンタル分析の2つがあります。どちらがいいということでは決してなく、それぞれの特性を理解しながら分析することが大事です。まずテクニカル分析とファンダメンタル分析がどのようなものか解説していきましょう。とりあえず、テクニカルは、テクニカル。ファンダメンタルは、ニュースなんかでやる方法なんだけどね。だから、チャートで分析するのがテクニカル。経済指標で分析するのがファンダメンタルです。で、テクニカル分析は、価格や値動き、サイクルに注目する。ファンダメンタルズは、各国の経済状況や金利に注目する。ということなんです。で、テクニカル分析の主な例、トレンド系。お願いします。テクニカル分析の主な例、トレンド系、移動平均線、一目均衡表、ボリンジャーバンド。オシレーター系が RSI、MACD、ストキャスティックス。っていうのがあるんですけど、テクニカル分析は相場を予想する上で非常に有効な手段でありますが、すべてのシグナルが絶対でない点に注意したいです。チャートを使うことである程度の分析は可能となり、強力なサポートライン、それ以上の価格が下落しづらいと思われる水準や、レジスタンスライン、それ以上の価格が上昇しないと思われる水準は、初心者の方でも簡単に引くことができるため、過度に信頼している場合があります。また、移動平均線、ゴールデンクロス、デッドクロスや買われすぎ、売られすぎのサインを信じてポジションを持ってしまうことは危険です。テクニカル指標は視覚的にも相場の方向感を理解するために役立ちますが、絶対ではなく、いわゆる騙しを目にする機会があります。相場は時に予想しない出来事の発生で急変することもあり、様々な角度から分析することで、相場予想の精度を予測の精度を上げることが可能です。テクニカル分析とファンダメンタル分析をバランスよく使うことで、相場分析のポイントで、それぞれ全く違った結果となった場合は、相場を休むのの一つの手です。だから、テクニカルだけでは絶対じゃない。ファンダメンタルだけでも絶対じゃない。その二つを組み合わせて、で、テクニカルが下なのに、ファンダメンタルが上だったら、休みなさいよって。ファンダメンタルもテクニカルも、下げっていう場合は、ショートでいいけど、っていうことよ。だから、一致したら、ショートでもいいよ、と。で、ゴールデンクロス、デッドクロス、買われすぎ、売られすぎも、100%じゃないよってことなの。で、レジスタンスもサポートラインも、線は引けるけど、抜けることがあるよっていうことなの。
で、自分に合った分析手法を見つけよう。うん、そんなもんだな。これで終わりだな。だ、例えば、テクニカル分析、移動平均、トレンド系だったら、いや、違う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 。ファンダメンタルでもテクニカルでも同じ方向ならば、ショートができるわけ。うん。だから、移動平均はテクニカルの指標の中でも有名で使用しているトレーダーが多いです。だから、ゴールデンクロスが有名で、短期移動平均線が長期移動平均線を下から上につけた、突き抜けた場合は、買いサインとされます。逆はデッドクロスと呼び、売りサインとされています。移動平均線が、下向きか上向きか。まずね。まあ、テクニカル。ファンダメンタルだけでトレードしてるよりも、ちゃんとテクニカルを、テクニカル分析を入れた方が、より精度が高くなりますよってことだ。だから、これ、移動平均線がちゃんと下向きになってん、ね、下向きになってるんであれば、ショートで攻めないと、負けちゃうよってこと。これ、カクンって、ここでロングしてると、スコーンって落ちちゃうわけ。移動平均線がもう、反転してるわけだから。中期移動平均線が逆転してるわけだから。注意しないと落ちますよ。で、一目均衡表。雲という抵抗体があります。基準線、転換線、遅行線、先行スパン、先行スパン2があります。逆転。ローソク足、雲を抜けたら、無理してくる。そうなの？雲を抜けると、下から上に突き抜けてれば好転回収になる。この雲を下から上に突き抜けたら回収になるですよって、ここね、一目均衡表で雲を抜けたと。雲を抜けたら、これは、なんて検索すればいいんだ。はぁ、ちょっと待って。FX テクニカルで、検索すると出てくる。URL を出して誘導すると怒られちゃう。でね、こうね、遅行線、逆に転換線が上から下に突き抜けてる場合は逆転しますよ。転換線、基準線、転換線、基準線。これデッドクロスとゴールデンクロスがあってな。これもあれなんだ、デッドクロスとゴールデンクロス。これ水色の線があったな。転換線かな。ボリンジャーバンド。移動平均線と標準偏差で計算された上下の価格帯バンドを示したものです。この価格帯は相場のボラリティによって大きさが変化するもので、プラスマイナス1シグマ、標準偏差内で動く確率は68.3%、プラスマイナス2シグマ、標準偏差内で動く確率は95.4%とされています。バンド拡大傾向にあれば、値動きが大きくなっている傾向にあり、縮小傾向であれば、値動きが小さくなっている傾向にあります。ローソク足がプラスマイナス2シグマを抜けたタイミングで逆張りして、戻りを短期で狙うスキャルピング手法で使われるほか、バンドが縮小から拡大傾向にあるタイミングで、ローソク足が終値でプラス2シグマを超えた段階で順張りするバンドウォークを狙うことも可能です。だから、バンドウォークしてるときに逆張りすると、例えばここら辺でショート入ると抜けちゃうわけ。さらに超えていくわけだ。バンドが広がってる最中にショートすると、プラス2シグマだからってショートするんだけど、もう移動平均線がもう、中央線がもう上向きになってるのに、ここでショート入れても、担がれてしまうわけです。で、まず下がってきて、
中央線までローソク足が下がってきた段階でどうするか考えなきゃいけない。この下げ幅を取るか。でもこれいいんだよ。この、天井付近でショートするの。ただ、この天井付近が、レジスタンスラインであれば、機能する可能性があるけど、例えばこう、まだわかんないところでショートしても、担がれる可能性の方が高いっていう。エキスパンションしてる状態だからね。で、下がっていって、今度は、押し目っていう考え方をすれば、トレンド、中期のトレンドが上向きで、下がってきて、押し目で、ボリンジャーバンド2シグマ、マイナス2シグマでタッチしたとしたら、ここでロング入るのはありだよ。だから、ハイローだったらここでロング、ハイ打ってもあり得るわけだ。15分足とかだったらね。でも、ボリンジャーバンドってのはやっぱね、1時間足とか4時間足で見て、トレードするのがいい感じかな。移動平均、この、1分、これは、移動平均線は何分足でもいいけどね。一目もやっぱ4時間。1時間。1時間じゃわかんないな。4時間かな。オシレーター系。RSI。RSI は相対力指数とも呼ばれており、買われすぎ、売られすぎが指数化されたもので、値上がり幅、値下がり幅を算出します。数値は0から100で示され、一般的に70から80を超えると変わりすぎ、逆に20から30を下回ると売られすぎの際に、逆張りのトレード。あ、マジで？中根って。 ああ、こうなってわけです。スーパー中根だ。ああ、そう。来た？お、すげえ上げてきてる。そういうことです。大体ね。MACD もあるし、ストキャスティックスもあるけど、自分に合ったやつを使ってくださいっていうこと。使ってくださいだけど、これはね、このいろいろあるけど、過去の分析してくださいと。過去をちょっと見直してみて、過去のローソク足を見て、同じパターンがあれば覚えると。そういうこと。過去のパターンをちょっと研究してみてね。同じパターンがあったら使えるか使えないかをちゃんと、同じパターンが出現したときにこうなるだろうとイメージができるように訓練しないといけないんだ。そこまでしてやっと聖杯だよ。そう思う。同じパターンが出現したときにこれからこうなりますよっていうのがイメージっていうか、なんていうの？文字で、文章で書けるぐらいじゃないと、同じパターンっていうのがわからないよね。そういうことです。以上です。お疲れさんです。